京北の丸の日本武道館です。学生柔道世界一の栄冠を果たして誰の頭上に輝きますか。世界チャンピオンの座をかけて精神の血をたぎらせる和光度の祭典、新春を飾ります正力松太郎杯国際学生柔道大会も今年で5回目を迎えました。東京の北の丸の日本武道館です。地元日本をはじめとしまして、これまでで最も多い23カ国122人の強豪が参加しまして、国別対抗団体戦と個人7階級に2日間にわたって熱戦を展開いたします。団体戦で果たして日本の雪辱がなるでしょうか。また個人戦では71キロ級日体大1年生の古賀俊彦選手の金メダルが期待されます。さて放送席の解説はこの大会過去2回大会から昨年まで団長を務めになりました京都産業大学の中地洋一さんをお迎えしております。強豪が来ましたですね。またそうですね、今年も強い選手が来ましたですね。またこの勝利試合がですね、定着したっていうことじゃないですかね。これはやっぱり踏み台にですね、やっぱりオリンピック世界選手ですね、各国の育つ選手がですね、非常に増えてきたということですね。若い選手の活躍も期待されるんですが、日本の古賀選手ですね、倉持さん、はいはい、どうですか今日の、体調なんかは。そうですね、71キロで、金メダル候補の筆頭格なんですけども、非常にコンディションはいいと言っておりました。どうですか、彼は昭和の三四郎という異名があるんですけどね、全部一本勝ちで金メダルを取りたいと張り切ってます。そうですか、実況は倉持アナウンサーと私本田がお伝えいたします。今各国選手が登場しておりますが、さてまず団体戦からこの大会始まるわけですけれども、団体戦はソビエト、日本、東ドイツ、こういったところが強いんですけれども、これが組み合わせです。日本としてはまあなんとなく抽選がうまくいったと言いますか、幸運に恵まれたと。抽選は非常に恵まれたんじゃないですかね。そうですか、やはり東ドイツですね、それからまず韓国、それから今年は非常に力を入れたチェコですね、はい、団体戦は一国5人によりまして、それぞれの国の名誉をかけまして行われますが、その団体戦から一つご覧いただきましょう。さて団体戦は昨年はソビエトが優勝しておりまして、日本は悲願の雪辱なるかどうかというところ、1回戦がシードされておりまして、これからアメリカとの対戦であります。アメリカは1回戦でオーストラリアを3対0で破っております。これがアメリカチームです。赤い帯をつけておりますアメリカチーム、そして白い帯をつけておりますのが日本チームであります。日本は丸山、カブラギ、持田、村上、今度こういった布陣であります。じっと先ほどからアメリカとオーストラリアの試合を見ておりましたね。日本チームですけれども、ね、かなり気合が入ってますね。岡監督、岡子コーチ、柏崎コーチですね、はい、西田君一生懸命見てましたしね。そうですね、特に西田君が先方の丸山君もですね、はい、自分のお仕事もありましたね。そうですね、あ、行きましたですね、一本行きました、ね、早くも一本、早くも一本、いいスタートですね。早くも一本、12秒で一本を決めました。なかなか幸先のいいスタートです。丸山、アメリカのマーシャルを破りました。残念無念という表情のマーシャルであります。始まって12秒ですね。いいですね、出だしがなかなか鮮やかな一本勝ちであります。背負い投げだったですか。そうですね、袖釣り込みですね、はい、左の、あ、これ得意の技ですね。そうですね、袖釣り込み、完全に体が一回転しましたね。5人の選手で争われます国別対抗団体戦、日本は過去4回のこの勝利気配でソビエトと星を分けておりまして2勝2敗でですね、そうですね、私が団長してるときにちょうど、1勝2敗で負け越してますの です、ね、どうしても今年はですね、勝ってほしいなとそう思ってるんですけども、このアメリカのフォークナーはコロラド出身でありまして、現在は日体大の方にずっと来ておりまして、柔道一本に絞って大学の方は一時お休みということなんですけれども、ああ、そうですか、まあ、そうやって日本で柔道を覚えてまたアメリカに帰って勉強するという、まあ、そういう、学生も多いですね。そうですね、まあ、非常にそういう人が増えてきたんじゃないですかね。本田さん、はい、日本チームのベンチですけれども、丸山選手が一本勝ちでいいスタートを切ったんですがね、ちょっとまだ緊張の糸がほぐれてないようで、皆さん先生方もこわばった表情をしてますね。そうですか、何としても雪辱しなきゃならないというこの使命感でしょうかね。そうですか、岡監督、日箱コーチ、柏崎コーチ、西田コーチ、全員揃ってました。金戸団長もいるようですね。そうですね、はい、全員5人おられて、そしたらどうしても勝ってほしいからですね、はい、今効果を取りましたですね。そうですね、カブラ君が、カブラ君が効果を取りました。1チーム5人でして、65キロまでが1人、78キロまでが1人、そして95キロまでが1人、あとオープン2人、このそして78キロこのカブラ君のところでありますが、カブラ君と東海大学の松田、この2人がエントリーされております。
残り時間が少なくなっております。日本対アメリカの2人目の試合、次鋒戦です。この先鋒次鋒、中堅副将大将という方はもちろんあの海外ではそういうふうに言いませんけど、そうですね、日本ではいかにもその昔の武将がですね、戦った感じですね。日本でもそのままですね、はい、先鋒次鋒中堅とですね、副将大将と5人の団体戦がありますから、あと残り時間が5秒、4秒、3秒、2秒、1秒。ああ惜しかったですね、はい、抑え込み入ってましたよね。そうですね、カブラギのあの効果でフォークナーを破りまして日本2点目を挙げております。日本チームの岡監督です。さてこの第3試合場では日本とアメリカ3人目の試合であります。5人制の 対戦でありますので、持ち田が勝ちますと日本の勝ちが決まるわけであります。そうですね、もう少し持ち田も攻めた方がいいんですね。どん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 、さあどうぞ、さあアザーリー引かれましたね。アザーリーですか、ね、そうですね、足払いですね、足払いですね、ちょっとどういうタイミングで入りましたかね。そこに入ろうかなっていったところを足を払われたみたいですね今。そうですね、はい、左の足払いですか、ね、送り足払いですね、送り足払い、はい、マーチンの技であります。ちょっと気を抜きましたか ね持田、そうですね、ちょうどオーストに入ろうかなってところは反対に払われましたね今。残り時間が1分4秒になります。まだ1分ありますからね、攻めてほしいですね。技ありを取った後はほとんど攻めませんね、そうですね、マーチンはね、マーチンはやっぱり逃げる一方ですね、はい、だからやっぱり審判も早く指導した方がいいかなんですね、はい、踏まないですね、見てますと。昨年のアジア大会以来からこの柔道の場合のこの組むという問題がですね、そうですね、この話題になっていますが、ね、やはりやっぱり外国の選手はほとんどですね、自分で技を、取った場合ですね、これで取った場合に後の試合が上手に試合をしますですね。もうね、そのままですね、あこれで呼ばれましたですね、はい、さあ、主審がスイスの主審のキブツさんのところに集まりました、どういうことでしょうか、つまり、少し、ね、マーティンが攻めないということで、まあおそらく柔道着をですね、今キムさんが言ってるのはマーチン君が柔道着を開くと、そういうことをですね、注意するのは何かということなんかしてるみたいですね。さて、キムツ主審が始め、何もないですね、言いませんね、残り時間が36秒になりました。出足払いで技ありを取っておりますアメリカのマーティン、内股です。持ち田、今向こうに見えますメガネの方がアメリカのロングコーチですけれども、やはり立ち上がって声援してます ね、 そうですね、やはり1点取るということはですね、非常にありですからね。盛んにこの右からの背負い投げに行きますアメリカのマーティン。持ち田君技作る前にですね、上手にやっぱし裁かれてますね。ああまだああもう戻りがいいですね、なかなか攻撃的な選手ですね。そうですね、もっとも、あの試合終了間際のああいう戻手がりというのはよくよくですね、やりますよね、まあ、本当言ったら取られた方がやるんですけどね、今反対なんみたいですね日本最初の試合、アメリカとの試合、ブザーが鳴って結局アメリカのマーティンの出足払い、この技ありがありまして一勝を挙げております。日本の2対1と変わりました。ちょっと持田は実力が発揮できなかったなんか硬くなってな感じがしましたですね。なんかちょうど大外の行くところ行かれて、はい、このままですね、ちょっと硬くなってみたいですね、はい、これで技ありを取りましたマーティンの勝ちであります。日本対アメリカ大勝戦になりました。日本の2ポイント、アメリカの1ポイント、2対1で迎えました大勝戦であります。5人目、ご覧のようにアメリカがミッチェル、日本が今野であります。今野は日本大学の2年生、学生体重別の2位であります。昨年の世界ジュニアでもですね、はい、イタリアですね、2位になりましたですね。
なかなかよく攻めるんですけれども、はい、これから期待の選手であります。122キロあります、体つきの割合にはスピードがあります今野です。なかなかあの体がですね柔らかいんですね、はい、そうですね、はい、アメリカのミッチェルは1メートル80、岡監督ですね、厳しいですね、はい、左側のミッチェルは1メートル85センチ、105キロ、フロリダの出身であります。タンパの柔道クラブで柔道をやっております。左の大外、大腰、こういったような技を持っております。1回戦の対オーストラリア戦は不戦勝でした。今野は右ですね、今度は右ですね、はい、この右の構えから内股ですね、はい、大外、大内ガードですね、持っていく選手です。日本の2勝が1本と効果、アメリカの1勝が技ありですね。そうですね、今のところ2対1ですね、はい、もしアメリカが一本勝ちをするようなことがありますと、同じ2対2でも内容で、一本と技ありですから、ね、アメリカの勝ちになりますけどね、まあ、対抗戦になります。そうですね、ちょっと慎重になってますね、負けたらいかんですね、はい、もちろん引き分ければ、2対1日本の勝ちになりますけれども、ね、まあ、我々としてはこの一本勝ちで勝ってほしいという気持ちがありますね、はい、次の試合がありますからね、はい、やっぱり勝っていた方がですね、次の試合にやっぱり非常に有利になってくると思いますね。まあ、団体戦の場合にはいろんな作戦があって、強い相手には引き分けてこいと、そうですね、いうでお前取ってこいと、はい、まあ、いろんなその命令を受けてですね、そうですね、匿名を受けて登場するわけですけどもね、まあ、例えば、こういう試合になりますとですね、はい、特に次にですね、はい、後の準決勝関東ですか、それから、まあ、東日本の次、その辺がありますからね、早く試合をですね、しとかないとですね、はい、疲れも違ってきますからね、ははは、そういう意味ではやっぱり早くもうちょっと攻めて、勝ってほしいですね、だいぶ勝てる力を持ってるんですかね、はい、は中地さんもあの2回大会から昨年のこの大会までずっと団長を務めになってですね、はい、そういったようなこういろんな作戦といいますか、はい、そういう会議もいろいろ開くんでしょうね。そうですね、やはりあの監督コーチとですね、いつも話しましてですね、まずとりあえずあのどこで勝負をするかということを、まあ、よく考えてやりましたけどね、個人戦も大切ですけれども、団体戦に重きを置いております日本チーム。さあ、この大将の今野、日本大学2年生です。非常にあの丸山君がですね、非常に出足をしたからですね、はい、後の選手がですね、もう少しこう続いていくかなと思うけど、反対にちょっと硬くなったですね、見てますと羽村君と、丸山君がいい試合したのに、どうも持ち出すからですね、流れがちょっとですね、はい、おっと、そうだ、有効となりましたですね、返されて小外刈り、小外刈りですね、有効を取りました、ミッチェルです。少しあれですね、慎重になりすぎてますね、見てますと、これですね、小外刈りですね、左の小外刈りで有効を取りました、ちょっとはやっぱり慎重になりすぎてますね。そうですね、硬くなってるんですかね、本当の今野君の柔道がですね、できてないような感じがしますね。そうですか、はい、やはり負けてはいけないという、そうですね、それにそうですね、そこが先に勝っちゃってるみたいな感じですね。それなしにやっぱり若いんですからね、もっともっと、あ、いった、あ、行きました、一本、行きました、一本、大外刈りですね、大外刈り一本、行きましたね、大外刈り一本、今野が取りました。これで日本が3対1でアメリカを破りました、ね、いや、これはあの大将やっとあのちょっとこの感じ、ね、顔がほころんできましたけれども、ね、やはり今あの硬くなったんですね、はい、だいぶ硬くなってましたね。やはり持ち出しが負けて、その後村上が引き上げて、はい、そこに自分の日南先輩ですからね、はい、余計この硬くなったみたいな感じですね。それでは今のこの大外刈りから払い腰、払い腰ですね、行いました ね、日本は準決勝戦へ進出しております。やっと笑顔はちょっと返ってきたんですね。そうですね、3対1日本がアメリカを破りました。団体戦の準決勝戦、日本の対戦相手はチェコですね。そうですね、チェコになりましたですね、韓国と大予選になりましたですね。チェコは韓国と2対2、代表戦の結果チェコが勝って準決勝に進出してまいりました。さあ、日本としては韓国が良かったのかチェコが良かったのか、それが非常に難しいところですけれども、そうですね、はい、かえってですね、はい、チェコの方はですね、はい、僕はやりやすいんじゃないかと思うんですけど、そうですか、はい、さて、日本の先鋒は大熊、東海大学2年生であります。チェコの方はペトリコフ、27歳です。この
ペトリコフは今大会カナダ韓国いずれも勝っておりまして、まずこの強豪が登場ということですね。なかなかあの60の選手じゃないですかね、この選手が強いですね。なかなか65の選手ですね、はい、なかなかいい選手ですね。右の投げがありますペトリコフ。日本はこの先方丸山と大熊がエントリーされておりますが、この準決勝戦には大熊を出しております。さてこのペトリコフと大熊の対戦、ペトリコフは81年のあのマストリヒトの世界大会の世界選手権の2位なんですね。そうですね、ベテランですよね。ベテランですね。なかなか一方大熊はこの日本選手団の中では若い2年生のでありまして、全日本の体重別の2位であります。その若さを爆発させてもらいたいものでありますけれども、この体落とし、それからこれ組手もうまいんですよね。そうですね、大熊君はあの若いですけどね、なかなかあの組手が上手ですからね。ペトリコがちょうど右ですね、はい、それが左であの組み勝ってますからね今ずっと、はい、カナダ韓国と戦ってまいりまして、それぞれ勝ち星を挙げておりますこの先方のペトリコフ、チェコ、ベスト4はソビエト、東ドイツ、そしてこの日本、チェコ、この4カ国と決まりましたが、チェコは昨年から登場してるんですけどね。そうですね、早くも準決勝、そうですね、非常にですね、昨年も来まして、今年もですね、やってきましてですね、昨年 の, あのチェコの大会行ったんですけども、非常に監督のですね、バフンさんですか、はい、ナショナルチーム の, あの監督なんですね。そうですね、はい、非常に熱心でですね、はい、なかなかいい選手を連れてきてますね、はい、今向こう側、選手の向こう側に中腰になっております方、黒いトレーナーを着ておりますが、あの方がバフンコーチですけれども ね、ナショナルチームのコーチが来ておりますのはソビエト、東ドイツ、中国、ブルガリア、そしてこのチェコですけれども、そうです、ね、やはりこの方です ね, ですね、バフンコーチ、この方がなかなか大きい声なんですよ ね, すね、普段はですね、はい、非常におとなしい人なんですけどね、はい、試合になるとですね、非常に燃えてこられる人ですね、この人は。私も今年3月行きまして非常にお世話になりましてですね、はい、日本のラスを連れてきまして、はい、勝利試合の後ですね、勝った選手をなかなか熱心ですね。大久保君、いいとこ持ってますですね、はい、そうですね、はい、さあしぶといベテランのペトリコフに対してどういう攻めを見せますか。右側の白い帯の大熊、日本の先方であります。日本は最初の試合2回戦のではメンバーを変えまして、アメリカ戦とはメンバーを変えまして、先方にこの丸山ではなくて大熊を持ってきました。そして2番手が松田、そして3番手は持田であります。放送席本田さん、はい、メンバーを変えた理由につきまして、はい、監督以下コーチ首脳陣はですね、あくまでも最後の決勝戦の相手はおそらくソビエトになるだろうから、なるほど、対ソビエト作戦なんだということを言ってますね。そうですか。しかしいずれも今回大熊、松田、武藤も非常に調子がいいので、ここはもう着実に取っていくとこう語ってます、そうですか。やはり決勝戦を控えてですね、そうですね、エントリーの2人をそれぞれ出して、そうですね、調子のいい方を決勝戦にぶつけようという、そういう考えかもしれませんね。そうですね、ちょっと今日は寒いですからね、はい、あ、行きましたね。さあ効果、効果を取りました。取り消しですか。いや、有効ですね。有効ですね。副審2人が有効のジェスチャーしましたですね。体落としでしょうか、はい、この大事な準決勝の先方を務めます。日本の最初の試合対アメリカ戦では丸山が鮮やかに12秒でこのクラス袖釣り込みの1本を取りまして、最先よいスタートを切ったんですが、今度もまたこの大熊が先方という重責を果たしているんですね。そうですね、やっぱり試合にですね、ほとんどやってて組み勝っておりますね、はいはい、だからもう自分の柔道がほとんどできてるみたいですね、はい、彼チームは。日本もメンバーを軽量級で変えておりますけれども、一方のこのチェコの方もこのペトリコフの後、2番手で出ておりましたバチャが一番最後に回りまして、2番手はベンサク、71キロの選手です。そして3番手がフスナ、これはマイナス95キロの選手。4番手がこれからオープンになりますけれども、フラク、そして、最後、まあ、対象そしてバチャが出ております。バチャは78キロの選手です。そうですね、従いましてバチャと、村上の対戦ということになるわけであります。まあはい、非常に、まあ、全てでは代表する選手はですね、フラクとそれからソスナですね、チェコではね、はいはい、この選手2人やったし強いですけどね、まあ、これを奥間君取ればですね、はい、非常に日本は楽になってくると思います。そうですね、さて貴重な左からの体落とし、これで有効を取りまして、まあ、ほっとした表情の大熊、ね、日本貴重なワンポイントを挙げました。さてこれですね、
ここ相手の投げに来るところを体落とし気味の受けたですね。体落とし気味のような、はい、そうですね、いいタイミングでしたね。いいタイミングですね。さて2番手は同じく東海大学松田が登場いたしました。そしてチェコはベンセクであります。松田君はですね、今年のですね、ええ、あの去年の、そのチェコのカップに、ああ行きましたですね、行きまして、ええ、一緒に私も連れてきてですね、彼がチェコでは78では優勝したんですよ。はい、だから、よく慣れてると思います。そうですね、はい、今効果取りましたですね、ええ、熊本出身で東海大学4年生、まあ、今度は就職は熊本県ではなくて福岡県の高等学校の教員になることが決まっております。昨年のこの大会の78キロ級のチャンピオンであります松田、有効を取りましたか。有効取ったですね、はい、甲賀に続いてまた有効を取りました。強い投げですね。あ、日本は2回戦から登場しております。シードされておりまして対アメリカ戦3対1で勝っておりますけども、準決勝に進みまして日本とチェコの対戦であります。第1試合上3回戦だいぶでも、はい、2回戦と違ってですね、はい、松田君にしても動きはいいですね。もう少し上手から踏み勝ってますから。そうです、ね、攻めて一本取る柔道をですね、はい、やっぱりしてほしいですね。あ、行きましたね、はい、また有効を取りました。また有効ですか、ね、有効ですね。有効これで3つ効果1つ、もう圧倒的に優勢に試合を進めております松田、東海大学4年生、昨年の78キロの個人のチャンピオンであります。戦い終わりましたソビエトチーム、ああこの強敵ベルジェフがですね、まだまだ元気なんですけれども、これから日本チームとの、決勝戦に進出しましてですね、日本とチェコの試合を待つ、これはどうでしょうか。今の足技有効ですね、有効ですね。また有効を取りました松田。小外刈りですね、小外刈りですね、小内刈りですね、小内刈りですね、小内刈りですね、うまいのを使いますね、うまいのを使いますね、抑えに入りますですね、はい、ああ時間ですね、惜しかったですね。抑え込みに入ってもあるのは間違いなく間違い込みですけどね、それぞれのところだったんですが、はい、松田これで、有効4つ、4つですね、効果1つ、はい、圧倒的なポイントを挙げまして、うん、松田勝って日本2勝目を挙げております。日本が大熊そして松田とポイントを挙げまして3番手日本対チェコ、この武藤が勝ちますと3点目を挙げて日本の勝利が確定いたします。対するはソスナ、チェコはカナダ韓国と戦ってまいりましたが、カナダには2対1、韓国には2対2の同点で、内容も同じ代表がでのよります勝ちで勝ち上がってまいりました。ポイントも同じ、内容も同じということは、そうですね、なかなかあるんですね。やっぱりものすごく燃えてですね、このソスナでですね、取っていきたいっていうのがチェコじゃないですかね。だからソスナ選手がどん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 攻めてますね今、はい、あ、危ない。さあどうだ、効果を取りましたね、返されましたね、ソスナが効果を取りました。ソスナ小外の効果ですね、持ち上げて、まあ、こういうのは日本の選手はなかなか見せない技なんですけども、背筋力が非常に強いんですね。持ち上げて落としました ね、裏投げとも言えるような感じですね。やっぱり何て言いますかね、背筋力が強いから、はい、応援を取っていくわけですね。もう見てますと相変わらず試合場の向こう側ではチェコのバフンコーチが中腰になりまして、赤いシャツ大声で試合場の選手に声をかけております。第5回勝力松太郎杯国際学生柔道大会、日本とチェコの団体戦準決勝戦です。すでにソビエトは決勝に進出しております。日本が2つポイントを挙げて3番手、日本風に言いますと先方次方がポイントを挙げて中堅の試合、あ、行きましたね、あ、今の行ったですね、武藤徳が左の大外、払い腰ですね、今のは一本を取りました。いや、追い詰められた技だったんですけども、ね、よくほっとした表情の武藤であります、ね、なかなかああいうのがうまいんですけどね、武藤君は。そうですね、はい、これで日本が3点目を挙げまして日本が決勝に進出いたしました。武藤の見事な技です、払い腰。そうですね、さて日本の決勝進出は決まりましたが、ここで今野が登場いたしました。よく攻めてますね、はい、なかなか。そうしましても、はい、チェコ昨年から
行きましたね。一本大外刈り決まりました。大外刈り柔らかい体を使いました。いいですね、大外刈り。この足の動きをご覧ください。向こうの足が今度の足です、うん、いいところにかかってま す, 入ってます、ね、この後のひねりがひねりです ね, ね足まっすぐ後ろに軽いに行ってましたね。そうですね、まっすぐだったですね、はい。さて最初戦は日本は村上、今大会日本チームを率いますキャプテンのチームキャプテンの村上です。日本大学4年生、全日本の体重別のチャンピオンであります。調子は上がってきていると、まあ、聞いてるんですけれども、多少慎重気味ですか。そうですね、慎重気味ですね、はい、す最初のアメリカ戦ではネルソン。ああ行きました。ああ行きましたですね。一本。今の村上と重量級ともに一本。本来の柔道が出たような感じがしますね。それで日本は強敵チェコをうまく5対0で破りまして、はい、いよいよソビエトとの決勝になりますが、今の村上のこの押すばかり、これが出ればもういいですね。いいですね。さあこれで決勝は日本対ソビエトです。さて5度日ソ対決となりました国別対抗団体戦の決勝であります。過去ソビエトが2勝、日本が2勝、昨年はソビエトが3対1で勝っております。さて日本チームは丸山、松田、武藤、村上、今野、ソビエトはマルギアニ、バラエフ、ペチコフ、そしてベリチェフ、大将がコソロトフであります。まず丸山とマルギアニが対戦しますが、中地さん、この最初の対戦が一番大変ですよね。そうですね、これが一番やっぱり微妙なところになるんじゃないかと思いますね。この一つの、丸山君も元気ですからね、はい、なかなか行きました。行きました。丸山がいいですね。日本の最初のアメリカ戦で12秒で袖釣り込みでアメリカの選手を破っておりまして、見事な一本勝ちを収めたんです。このソビエトのマルギアニもなかなかの選手であります。65キロの選手で第3回の勝利杯にも来ております。28歳です。85、86年と前走チャンピオンです。ソビエトチームは前走チャンピオン多く連れてきておりますけれども、そのうちの一人であります。ウクライナのオデッサ大学の法学部、将来は、法律関係の仕事に就きたいと言っております。裁判官になりたいですね。柔道の審判ではありませんよと僕と断ってましたからね。はい、そういうなかなかユーモアもありますこのマルギアニ。柔道はなかなか芯があります。さて丸山とマルギアニ、どういうところが勝敗の分かれ目になりましょうか。そうですね、丸山君がですね、先ほどあの一本用にいた時にあの行きましたですね、はい、もう少し行ったらあれ効果になったんですけどね。一人あの副審は効果の実践をしましたけどね、マネオ君は非常にいいですね。ソビエトチームはオーストリアを3対0、そして東ドイツを2対1で破りましてこの決勝戦に進出しております。一方日本はアメリカを3対1、チェコを5対0、そしてこのソビエトとの決勝戦です。ああ後ろから持ったかどうか、それは主審の手は動きません。ああいう技があるんですよ ね, そうですね。ウクライナの今大学には行っておりますが、もともと出身がですね、グルジアですね。つまりサンボ、サンボの技をしますね。あれ前ですね今、はい、この決勝戦にはアメリカの女性の審がおります。最近はあのこういった大会にも男性の大会にも女性の審判が出てくるんですかね。そうですね。注目の日本とソビエトの戦法、最初の試合であります。昨年のこの日ソの決勝戦では村山とコスビニの対戦になりまして、はい、村山がですねこそっと拳で勝ったんです、ね、はい、勝ちましてね、はい、その貴重な先方村山の貴重な1勝を挙げたんですけれども、はい、まあ、結局3対1で敗れてしまいまして、あとその後ですねポイントを挙げることができませんでした。この団体戦は最初の最初のいいですね、マリアン君いいですね、はい、動きも左のこそっとを見せました。気力では負けておりません丸山。残り時間が2分22秒であります。近藤さん、はい、日本チームはこの決勝の周りですね、再び円陣を組みまして、今度はあの金藤団長がですね、激しく激励しました。勝利カップを取り戻せ、すべてに勝たないともう何もならないんだぞということを言ってます。そうですか、はい、強豪を揃えましたマルギアニ、それからこの後バラエフ、ペチロフ、ベリチェフ、そしてコソロトフ、全米のチャンピオンを中心にしてまさにナショナルチームと言っていいほどの強いメンバーを持ってきました、ね、はい、ソビエト。カルトキン監督も来日早々空港でもちろん金を狙いますよと、まあ、こういう、さあどうだ、あ惜しいですね、大きい技でした、ね、
左の袖釣りですね。カルタ金監督が、だいぶ声を上げてますね。あの方です。だんだん時間がなくなってまいります。5分の試合ですが、ちょっと強力とさあどうだ、いやいいとどうだ、そこそこ気迫十分の日本の丸山、国士舘の3年生丸山三段です。よく攻めてますね。そうですね、はい、実はですね、あの US オープンに去年行きましたけれども、はい、それが初めての国際試合。あ、そうですか、はい、自分としては負けたけれども納得のいく試合だと思っておりますね。まあ、勝利気配は8以上、非常にですね、ね、今年の体重実はもう圧倒的に落成体重ですね。まあ、65では丸山君と大熊君です。そうですね、はい、ほとんど差がないんですけどね。だけど非常にこれからやっぱりソウルのですね、オリンピックにですね、はい、出れる選手じゃないですかね。そうですね、はい、マルギニアは第3回大会の時にも出場しておりますが、この時は手の怪我で十分戦いができなかったと。また背負い投げ、投げ直し中です。日本には2度目の来日のマルギニア、ソビエトの65キロの選手であります。28歳。あ、ちょっと弱ってきましたね。まあ、今です。今ですね。マルギニアですね。あと20秒。はい、今ですね。いろんな技を見せます。マルギニア。丸山の投げ、入った。取ったですね。9秒で有効。はい、あ、よく取ったですね。よく取りました。背負い投げ。ね、よく取った。残り9秒。取りましたですね。そうですね、超な有効です。超な有効ですね。あ、よくやりましたですね。残り9秒でよく活躍しました丸山。しかし今日はあれですね、対アメリカ戦と今の試合といい、もう立派な、ね、そうですね、非常にあの体がよく動いてですね、はい、左右をですねよく攻め上げていますですね。さて、昨年と同じような形になりました。今のこの投げ技ですね、自分の腰に乗せて、そうですね、マルギニアを加えてますけれども ね、はい、完全なる状態ですね。日本の2番手は松田であります。東海大学の松田4年生、昨年の78キロ級のチャンピオンであります。福岡県の高等学校の教員に就職が決まっております。さて、昨年と同じようなあのスタートになりましたが、ね、昨年もあの先方が取ってですね、はい、有効ですね、はい、そうですね、はい、その後点が取れなかったんですけどね、ここでもう1点欲しいんですけどね。そうですね、ソビエトの2番手はバラエフであります。ですね、1m77cm、 はい、パクリンした選手ですね。そうですね、たびたび日本にも来ておりまして、この秋にも行われました日本での国際大会にも登場しております。それからウィンで行われました松前カップで優勝しましたね。そうですね、はい、このところよく活躍しております。もう78じゃそれを代用する選手ですね。そうですね、はい、世界選手権も出ましたですね、はい、22歳です。そうですね、チクピー大学の体育学部、非常にスタミナのある選手ですね。そうですね、はい、さあ日本は丸山がポイントを一つ挙げまして、まず幸先良いスタートを切りました。2番手が次鋒がこの松田、バラエフとの対戦です。松田君は非常に試合巧者ですからね、いろんな技を持っておりまして、独特のポーカーフェイス、ね、このほとんど顔の表情を変えませんね。そうですね、まあ、これまたあの勝負師としては非常にいいところでしたね、はい、むしろ童顔のような顔つきでありますけれども、なかなか投手は激しいものを持っております。まあ、日本の選手、先ほどあのチェコにですね、王座に勝ったからですね、はい、動きがだいぶ変わってきましたよね。そうですか、はい、最初のアメリカ戦は硬かったですね、畳になんか足がついてなかったですね、はい、アメリカ戦は3対1で勝ちましたけれども、だいぶ硬さが目立ちました。日本のコーチ陣、岡監督、西田コーチ、新春を飾りますビッグイベント、第5回国際学生柔道大会団体決勝戦、日本ソビエト次鋒の対戦で松田とバラエフ、あーどうだ、ああいうのがうまいんですね。うまいですね、はい、相手の逆足払いのようですね、はい、あの足を使った足技、あれ左右できるんですね。そうですね、ちょうど相手が攻めようとするところですね、足払うわけですね、はい、試合上手ですからね。松田は準決勝のチェコとの試合でチェコのベンセクと対戦しましたが、ああいったような足技を何度も見せまして、結局有効を4回取りましたかね。松田君は特にですね、右の相手に強いですね、はい、
本田さん、はい、ソビエトですけどね、ベリチェフ、ペチロフ、コスロトフそれぞれもう動き出しました。柔軟体操十分です。ベリチェフは副賞で出ますから村上との対戦ですね。そして対象戦がコスロトフと今野の対戦です。ペチロフと武藤、日本が丸山のいい幸先良いスタートでワンポイントを上げておりまして、これが2人目の試合、松田、うん、バラエフもしぶとくてなかなかあの効果が取れませんね。そうですね、松田右側です。白い帯をつけております。さあどうでしょうか。残り時間があと32秒であります。ここで攻めた方がいいですね。守りに来るとですね、どん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 来ますから。そうですね、はい、攻めた方がいいですね。さあ足を取りに来た。ああいう風に来ますからね。ああいう技ですね。どん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 来ますからね、はい、守っちゃいかんの。そうですね、はい、3本のような技を出します。そうですね、バラエフ攻めないかん。攻めないですね。あと13秒、この前の試合では残り9秒で丸山問い投げが出ましたけれども、攻めたですね、はい、松田君。そうですね、もらうことですね、はい、攻めないかんですね。あと8秒です。ちょっと時計の方を見やりました。松田やや息が上がっております。バラエフ、ソビエト、22歳バラエフ、あと6秒、5秒、最後の技が出るかどうか。さあ、え、ブザーと同時ですか。どうでしょう。主審の一人は手を振ってますね。ありませんね。はい、危ないところでした。危ないところですね。これで松田とバラエフは引き分けであります。ポイントゲッターとして期待された松田だったんですが、やはりバラエフの逃げる柔道といいますか ね、どうでしょうか、ね、やっぱり松田君が後下がるとですね、はい、やはりどうしても追い込まれますからですね、はい、攻めないかんですね。それが勝負になるんじゃないですか、武藤君と。さあ日本は武藤、ソビエトはペチロフであります。まあ、あのペチロフ若いってですね。そうです、去年の世界ジュニア優勝じゃないですか、ね、そうですね、はい、この選手もあの95キロの選手なんですが、1m89cm と身長がありますね。20歳、ソビエトチームでは一番若い選手であります。初来日、これからが楽しみですね。ソビエトの選手では例えば、カルトキンコーチが9回目、フランスよりも日本にたくさん来てる。そうですね、来てる理由はやはり日本は柔道が日本だからということですけれども、ね、同じようにベリチェフも9回ぐらい来てますし、 その中で初来日ですが、はい、大外、ね、大外、武藤君も攻めないかんですね、はい、左の大外を見せました。得意技、このペチロフもサンボの経験があります。最近はあの柔道の選手は最初から柔道というケースが多いんですけれども、このペチロフ選手の場合にはサンボの経験をした後柔道ということであります。よく思い切って攻めてますね。そうですね、はい、20歳で一番若い選手です。身長が1m89cm あります。さて武藤ですけれども、準決勝のチェコ戦から登場しておりまして、チェコのソスナ、左の払い腰一本勝ち、天理大学の3年生です。来年のキャプテンが決まっております。あの天理大学の正木選手も言いますけれども、ちょっと気を抜くとこの武藤選手強くなってきているので、投げられることがあると言ってますが ね、非常にまだですね、切れますからですね、はい、もう少し武藤君攻めた方がいいですね、はい、昨年はイタリア国際、それから大陸対抗の試合、あるいはオランダでの試合、海外にもたびたび参りました、ね、武藤であります。スピードがあります。ちょっとまあウェイトが減量が少しあるんですけれども、 その辺が問題なんですが、なんとかその苦しい減量もやり遂げました。バランスがあります。そして度胸があります武藤。肌はキックケースが思い切ってきますからね、はい、彼自身はあれ嫌がったかんですね、嫌がったら、はい、ペチロフは対オーストリア戦ストラテイルと引き分け、また対東ドイツ戦はボブラスキーと引き分け、いずれも2試合とも引き分けております。ソビエトもこういう若い選手を連れてきますから ね武藤君もここでですね、自分から攻めた方がですねいいんじゃないかと思うんですけどね、攻めた方がこれ。さ
昨年の世界ジュニアとソビエトジュニアのチャンピオンのペチロフ、95キロの選手です。1m89cm、背があります。これだけ上背がありますと、そうですね、やりにくいみたいです ね、ちょっと僕もこのソビエトとの決勝戦、先方の丸山ポイントを上げました。そして2方、2人目の松田が引き分け、今3人目の武藤とペチロフの対戦であります。あと日本は村上今度と続き、一方のソビエトはベリチェフ、コソロトフと続いております。あれがありますからね、3番ね、そうですね、押し崩すような技ですね。あ、効果ですか、違い、あ、効果取り消しですね、取り消しですね、新2人が取り消しですね、はい、まだないですね。今の効果を取るとしたらどういう点を取ったんでしょうかね。そうですね、今の押し崩したような感じですね。だから完全にあの場外やったと、やってるわけですね。今、あ、ちょっと膝を持ってますか、ね、持ってますね、やっぱり。今年は史上最高最多の12チームが参加しております。この団体戦、まだ両者ポイントはありません。残り時間が1分32秒。そうですね、これから勝負から持っておくんですね、攻めた方がいいですね、はい、どうせあの僅差になると思うんですけれども、ね、はい、内容の場合もありますので、です効果一つ、さあどうだ、外から借りましたね、早外じゃないですね、今は、はい、あれはないですね。ちょっと主審の右手が動きかけたんですけども、結局はないですね、はい、あ、十字に来てますね、十字固めですか、十字ですね、腕を取りに来てますね、武藤の左腕を、さあどうでしょうか。下になっておりますのがソビエト、ペチロフ、それが武藤の左腕を取っておりますが、予想以上の力があります、こういう時の外人選手、こういう力ありますね、捉えてますが、どうでしょうか。さあ、あの左足が武藤の顔に、あ、取られます、取られました、参ったですね、腕ひしぎ十字固め、ペチロフ一本を取りました。なるほど、そこから持ってきますからね、左腕を、武藤の左腕を取りました、腕ひしぎ十字固め、下から取りました ね、これでソビエトポイント1対1。あ、日本また苦しくなりましたね。ペチロフの一本勝ち、武藤の左を取りました、腕ひしぎ十字固め、これですね、そうですね、完全に入ってますね、はい、あの前の段階ではそうですね、あの時にもう少し勝負をするかですね、手をやっぱり伸ばしたらですね、もちろん取られますね。さあ、これがまた一つのあれですね。さあ、ベリチェフと村上です。ここですね、ここはですね、果たして村上がどういう技を見せますか。そうですね、ベリチェフはまだや村上とはやってますかね。ないないですね、はい、確か。さあ、こういう構えから村上としてはどういう技を出しますか。もうどっちもやっぱりベルチェもやっぱ慎重ですね。そうですね、はい、慎重ですね、見とったら、まあ、村上君としてはもう若いんですから、もうやはり思い切っていくことはないですね。横捨て身、巴、裏投げ、いろんな技を見せます。この勝利機会は第1回大会に参りまして、あの時のあの団体戦では斉藤と対戦したんですね。そうですね、で、あの個人戦では2回目ですかね、野崎君とやりまして、はい、野崎君がかけたりとか大内刈りをかけたりとか、ね、はい、ですね、ちょっと新番であった時あるんですかね。そうですね、はい、村上としては初めてのこのベリケフとの対戦でありますが、まあ、このベテランに対してですね、いいところを出し切れば、ね、また村上としても前途が開けます ね、はい、そうですね、怖がらなくてですね、はい、やっぱり前に出てですね、村上君のお外が非常に効きますからですね、はい、前に出ていった方がいいじゃないかと思いますね。日本ソビエトの決勝戦、このベリチェフと誰が当たるかが興味があったんですけれども、結局、エントリーの結果、村上とベリチェフの対戦になりましたね。大外、大外、よく言ってますけどね、
ベルジアも非常に慎重ですね。そうですね、はい、この後日本は今野、そしてソビエトはコソロトフであります。ベルチェフもまだ技を出しません。どちらかというと相手の出てくる技を取るのと、ああやって背中を取って後ろに投げる、ね、本人はこれです、ね、ああいう技ですね、はい、横捨てるのですね、はい、右後ろに投げ捨てる、はい、まあ、本人はあの足を使った場合には横捨てみるピストルなんて言ってますけどね村上としてはもちろんそれは十分警戒しているものと思われます。得点が1対1、しかしペチロフは武藤に一本勝ちをしておりますので、内容ではソビエトがかかっておりますね。そうですね、もうやはりココとですね、強い2つじゃないからですね、はい、村上君がやっぱり日本のキャプテンですから頑張ってほしいですね。日本ソビエトともに1回戦はシードされておりまして、ソビエトが2回戦オーストリア3対0、東ドイツ2対1、日本は2回戦アメリカ3対1、そして準決勝チェコ5対0。ベテランのベリチェフ、1m87cm、120kg、この勝利試合、昨年のオープン並びにプラス 95kg のチャンピオンで、昨年の団体優勝の原動力になりました。あれ技ですね、そうですね、あれですね、昨年ベリチェフは渡辺博俊と対戦したんですね。横捨て身で有効を取りました。長見君はもう下がらなくてですね、はい、前に出ていっていかないとですね、どん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 このコーナーからベルチを追っかけてきますからね。残り時間が1分40秒です。しかし村上の表情もなかなか気合が入ってます ね。初めての対戦です。村上としてはベルチェフ頭を伸ばしてですね、攻めた方がいいですね。そうですね、はい、さあベルチェフここから何が出ますかね。この技からは横捨て身ですね、あの技ですね、はい、これ後ろついて押さえた方がいいですね。寝技はどうでしょう。こととベリチェフもやや出てきました。残り時間が1分17秒。よく頑張ってますからね、はい、村上君も。ベリチェフは今日はオーストリアのケルブル、右の内股一本勝ち、そして東ドイツのローベンシュタイン、払い腰で一本勝ち、いずれも一本勝ちでこの決勝戦村上との対戦となっております。残り時間がだんだん少なくなっております。1分13秒。なんとかベリテフを破ってほしい日本の村上。頭起こした方がいいですね、村上が起こして。ポイントは日本一つ、ソビエト一つ。日本が丸山、ソビエトがペチロフ、それぞれポイントを上げております。残り1分を切りました。村上のオーストはどうか。あっとどうだ、右足を飛ばして横捨て身の構え。そうですね、送り足、そらえ釣り込みました感じですね。そうですね、それからこれ村上が下がるからですね、ベルチが前追っかけてくるんですね。それから村上君が前で頭を上げていくとですね、はい、そうないと思うんですけどね。そうですか、はい、かかってますね。ここ出なければいけません村上ですが、あと30秒。それですね、頭を下げると足もこう追っかけられますからね。はい、ね、はい、まあ、前に出てやっぱ頭を上げてどんどん打った方がいいと思いますね。残り時間が29秒。そうですね、大事なところですね。大事な場面です。前に出てですね、大事な場面ですね。村上ベリチェフ、はい、弱気になっちゃうんですね。そうですね、はい、ベリチェフは何を見せるか、はい、また下で釣り込み足、もう右からのがね。そうですね、村上も攻めたいんですよね、これで ね。攻めないかんですよ。さあどうだ、攻めない、抑えにからです。抑えに、後半はベリチェフの技を出してね、横捨てに支え取り込み足、これ注意されますからね、盛んに、はい、そうですね。残り時間10秒、あと10秒です。ちょっと攻めないかんですね、村上がね。そうですね、はい、もうちょっと攻めないかんです。一本攻めようと4人目の試合、さあどうだ、巻き込み出ました。ここで時間です、ここで時間、まあ、最後ですね、もう少しですね、引き分け、前半良かったんですね、後半ちょっと攻められたんですね。そうですね、次は勝負ですね、若手同士で。さあ結局大将同士の対戦となりますが、やや表情が険しい近畿大学岡監督の表情ですね。日本監督の岡さん、引き分け。さて1対1で迎えました
本当のこの決勝の決勝でいいですね、大将戦であります。ポイントの上では、内容では負けてもらっておりますからね、はい、ここでやっぱり日本は攻めないといけないですね。今度はこのソビエトのコソロトフという選手は1メートル92センチの身長がありまして、ソビエトの中では最も背の高い選手であります。そうですね、昨年から出てきた選手ですね、はい、日本にはもちろん初めてでありますが、はい、前走2位、ね、昨年の前走の時にですね、はい、やはり小六ですね、はい、ビクターシェフ、この辺に勝った選手だって監督言ってましたよね。おっとどうだ、1本左の部屋なんて言いますかね、大外をかけてきたところで、はい、小外刈りで勝ったみたいですね、はい、本能を破りました。これでソビエト2勝2対1なるほど、ソビエト連勝になりました。さあ今のところですね、そうですね、大外行ったんですね、大外行ったところを返したんですね、返した、はい、大外返しですね、大外返しですね、大外返し、コストローク一本勝ち、身長が高いですからね、あここですね、ちょっと持ち上げてきますからね、そうですね、ソビエト2連覇になりました。日本雪辱なりませんでした。誠に残念な団体戦の決勝、この今度の表示が出てますね、だけどまあよく取ろうとしてですね、行ったんですからね、これは僕はやむを得ないんじゃないかと思います。取ろうとしてね、ここは勝負ですから ね、そうですね、このまま行くと負けですから、攻めに行くところ、はい、大外返していきますか、はい、そうですね、はい、これでソビエト昨年に次いで、うん、団体戦で連覇であります、うん、やはり強いチームです ね、やっぱり強いですね日本雪辱なりませんでした。国別対抗団体戦はソビエトが2年連続3度目の優勝を果たしました。日本昨年に次いでまたしてもソビエトの壁を破ることができませんでした。なお3位に入りました東ドイツ、チェコ、特に東ドイツの健闘が目立った団体戦でございました。注目の71キロ優勝候補筆頭の古賀俊彦選手の2回戦トーナメント最初の試合でございます。相手がハンガリーのジョルドシとの対決を迎えました。注目の古賀選手、第1回戦からもし決勝まで進みましたら全ての試合をお届けしてまいりたいと思います。さあ注目の中地さん、古賀ですね。そうですね、立ち上がりの試合ですけれども、どういう勝負を見せますか、ね、一番やっぱり大切な試合ですね。そうなんですね、赤帯を締めております、その古賀俊彦、必殺の背負い投げで今やこの世界の古賀になりました。古賀俊彦、正念場のこの勝利機会ということが言えます。初出場なんですが、実力的にはもう、初優勝を狙う力十分に持ってます ね、やはりこの中ではやっぱり強いですね、一番ずば抜けてますね、はい、そうですね、はい、さあ相手のハンガリーのジョルドシもこれまた19歳の新鋭でなかなかいい選手であります。油断は禁物です ね、なかなかヨーロッパの選手もですね、はい、頭のことよく知ってましてですね、研究しておりますからですね。そうですね、86年、昨年のハンガリージュニアのチャンピオンであります。いい相手に恵まれました日本の古賀俊彦、必殺のこの一本背負い、これですこれですこれです、一本背負い強い、どうですか今の入り方は。そうですね、少し腰が回ってなかったですけどね、はあ、小川選手の一本背負いというのは膝をつかないで投げるんですよね、本当に豪快です。
筋が強いです。ああ、行きましたですね。はい、行きましたね。あと技ありですか。回りすぎですね、少し。技ありを取りました。まずは出足の好調なこの古賀俊彦であります。いいですね、やはりは自分の柔道をどん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 しますからですね、はい、まだ19歳、日本体育大学の1年生、もう高校時代から逸材を言われておりましたけれども、大学に入りましたからもう国際試合の経験も十分でございます。11月の金尾杯でもチャンピオンになりましたね。そうですね、やはりもう一回一本強いに行きます。今年の世界選手権、はい、それから来年の、ソウルオリンピックですね、やはり日本の星ですね。そうですね、71キロのこの古賀俊彦、この勝利機会はお兄さんの元弘選手とともに出場しておりまして、お兄さんは明日行われます65キロに出てまいりますが、これも技ありになりました。合わせ技1本です、ね、合わせて1本、早い勝負に出てまいりました。2分9秒の勝負でまず2回戦勝ち進みました古賀俊彦であります。出だしどうですか。いいですね。いいですか。非常にやっぱり動きもいいみたいですね、はい。なお古賀選手は3回戦の相手はスイスのコルタット対西ドイツのマトーシュの勝者と戦うことになっております。一歩一歩金メダルへ前進するこの古賀俊彦。そうですね。さあスロービデオ出ました。永井さんどうですか。そうですね、やはりなんて言いますかね、普通にない強みがあるわけですね。はい、はい、で特に腕の力とですね、背筋力が非常に強いんですね、彼自身は。そうですね、はい、もうレッドゾーンに押し込んでギリギリのところでうまく仕掛けました、ね。スロービデオをご覧いただいております。まだ余裕がありますね。まだ余裕がありますね、はい、西田コーチに頭を下げました、その古賀俊彦。さあ2回戦を勝ちまして、3回戦の相手はスイスのコルタット対西ドイツのマトーシュの勝者との対決になっております。順調な仕上がり、古賀俊彦で2回戦を勝ち進みました。さて71キロの3回戦、注目の古賀が出てまいりました。相手は3回戦に駒を進めてまいりましたスイスのコルタットとの一戦であります。勝負タイムは5分間、なかなかいい立ち上がりを見せました古賀。1回戦2回戦はハンガリーのジョルドシュ、合わせ技1本で勝ち上がりました。得意の背負い投げ、それから大外巻き込み、これが背負い投げ。この合わせ技で古賀はハンガリーのジョルドシュを破っています。一方のコルタット、スイスの方はなかなか力のある柔道であります。さあスイスのコルタットも、まあ、前評判はなかったんですけども、なかなかいい選手ですね。そうですね、非常に力が相当ですね、見てますと、はい、そうですね。さあ金メダルへ一歩一歩前進する古賀であります。古賀の柔道というのは前に前に出るレスリング、柔道であります。そうですね、いかにも攻撃型、もう一本を取るまではもう何が何でもファイトするというタイプですね。ね、まあ、この勝負への集中力といいますか、精神力というのは非常にこの素晴らしいものを持っているこの古賀であります。まあ、何しろ今年は世界選手権もありますし、来年はいよいよソウルオリンピックですから ね、 ね、中地さん。どうしてもやっぱりね、一本勝ちでですね、2回戦ですか、はい、いい出足しましたですけどね。そうですね、はい、一歩前に足を踏み込んで、そして得意の右からの背負い投げ、ね、これが得意な18番古賀、はい。最近は日体大の青木監督に言わせますと、右だけじゃなくて左の一本勢もやってみろと、いうふうなこと言ってるようですね。そうですね、やっぱり採用する方がいいですね。そうですね、はい、まあいろいろと攻撃の幅といいますか、バリエーションを豊富にしないと、世界ではトップを狙えないというふうに厳しく青木監督に言われています。そうですね、彼らのいいところが前まで出てきますからね、はい、それからもう相手がやっぱり後ろ来ますよね、やっぱり出てきますとね、そうですね、また積極的に前に出てまいりました。この組み手をすぐに自分のものにしてしまいます ね、非常にスピーディーな、これが行きました、一本で、これは一本でしょう、いいね、見事に決まりました。どうですか。よく決まりましたです ね、見事ですね。2回戦3回戦ともに一本勝ちで駒を進めまして、いよいよ準決勝でありますが、準決勝の方はこれまた日体大の先輩広川対東ドイツのロルとの対決、勝った方との対決なんですけれども、果たして日体大の先輩広川との対決になりますか。広川もなかなか調子がいいですからね。そうですね、調子がいいですね。さあそのビデオで見てみましょう。この一本背負いです。よく入ってますね。よく入ってますね、完全に担いでますね、はい、右の腕はものすごく強い、ね、この古賀素晴らしい一本背負いを見せまして、3回戦見事な勝負、別の角度から見てみましょう。この腰の入れ方がいいんですか。これはやっぱり完全にですね、回転力で投げてますから ね、 ははですね、腕の位置も決まってますね、はい、思い切って投げ飛ばしました、はい、豪快に投げて切って取るという感じでございます。古賀3回戦コルタットを見事に破りまして、準決勝へ駒を進めました。
これが日本期待の古賀稔彦であります。71キロ級の精鋭、来年はいよいよソウルオリンピック期待の星と言われております古賀稔彦。いよいよ71キロ級準決勝であります。相手は同じく日体大の先輩広川との対決。この71キロは実に17カ国から21人の選手が出場いたしましたが、準決勝に駒を進めたのは古賀、そしてこの広川、イギリスのブラウン、そしてアメリカのスベインであります。さあ勝負が始まりました。中地さん、再び先輩広川との対決ですね。準決勝は、昨年の大学の体重別の時に決勝だったメンバーですね、はい、全日本体重別選手権の時には、後輩の古賀稔彦1年生に肩始めで1本取られました、ね、先輩の広川であります。今夜は、まあ、後輩との一戦で、そうですね、まあ、接続したいところでありましょうね。古賀君のはだいぶ上じゃないですかね。そうですね、はい、今広川と行きましたが、一本強いに行きました。強引に仕掛けます、ね、その古賀であります。広川が早く指導を取られましたか。そうですね、指導取られましたね。指導を取られています。指導と効果ですね、そうですね、はい、広川選手も最高学区4年生最後の試合ということで、なんとかまあ後輩から1本取りたいところでありましょう。そうでしょうね、しかしそうはさせません、この古賀であります。古賀が前出てるから防戦1本なってますね、そうなんですね。おっと、もう1回ショットいった、1本強い、綺麗に決まりました、豪快、素晴らしいですね、顔色一つ変えません。先輩を叩きのめしても顔色一つ変えない、この度胸の良さ、いや大したもんですね。今日は乗ってますね。そうですね、古賀選手は1回戦ハンガリーのジョルドシュ1分51秒、3回戦スイスのコルタット1分32秒、それからただいまの勝負でありますが51秒で決着をつけました。もう一回見てご覧いただきましょう。決勝へ駒を進めた古賀稔彦の一本強い、いや、よく入ってますね。本当にもうパーフェクトな一本強いですね。別の角度です。広川もなんとかディフェンスを見せようとしてるんですけれども、どうしても担ぎ上げられてしまいますね。完全にもう決められてるんですね。すごい力です。堂々たる勝利の古賀稔彦、ここまで全部一本勝ちでいよいよ決勝ということになりますが、決勝の相手は果たしてイギリスのブラウンになるのか、それからアメリカのスウェインになるのか、非常に面白いところであります。古賀が決勝進出であります。さあ大いに注目を集めました71キロ日本期待のホープ古賀稔彦、いよいよずっと一本勝ちで決勝進出、左側が決勝の相手アメリカのスウェインということになります。中地さん、これは狩野杯の時と同じような顔ですね。同じ狩野杯の決勝と一緒ですね。そうですね、その11月に行われました狩野杯の時には、世界2位のアメリカのスウェインに見事背負い投げ一本勝ち、豪快な勝ちを収めました。さあ古賀稔彦が堂々畳に現れてまいりました。さあ金メダル候補筆頭と言われております古賀でありますが、予想通りここまで全て一本勝ち、1分51秒1分32秒、準決勝は51秒で肩をつけました。さあこの選手がスウェインであります。なんとかこの大きな晴れの舞台で雪辱したいでしょうね、スウェインはね。前の借りを返したいと思ってますでしょうね。そうですね、さあ積極的に足を飛ばします日本の古賀であります。何しろ前に前に出る選手、そうですね、一本勝ちを狙います、はい、一本勝ちを狙います日本の古賀。おっとおっとおっと、前に足を飛ばした、小内刈りですか、はい、小内刈りですね、小内刈りで相手のバランスを崩します、はい、アメリカのスウェインであります。もう狩野杯の二の前は踏みたくないというのが本音でしょうけどね。踏みた感じですね、今の見てますね、十字に切ってるわけですね。そうですね、さあ寝技の展開にもつれ込んでいます。しかし今ちょっとバランスを崩しても、そうですね、ちょっと踏みがの時ですからね、はい、からまあ、すぐにこの立て直す力を持ってますからね、古賀は、ね、はい、まだ前出てきますからね、このままなんとか自分の有利な組み手を取りたいところ、そして思い切って右の腕が非常に強いになりますが、ここで一本強いに持っていきたい、その、古賀稔彦であります。いや、次はよく警戒してもらいますね、そうですか、なるほど、まあ、古賀の柔道というのは攻めて攻めて一本取るまで攻めまくる柔道、相手を投げるか、ね、締めるか、あるいはまた抑え込むか、この3点を常に考えてますね、積極的に出ています。まだ両選手ポイントありません。スウェインも随分考えた柔道ですか。ね、この前のちょうど、試合やってますからですね、非常に背負いを警戒しておりますね。なるほど、あ、そっから行くからですね。そう、一本勢の体勢に入ります。スウェインの方は日本の森山を破りました。そして、3回戦では韓国のパコを破りました。決勝戦に駒を進めましたこのスウェインであります。まあ、アメリカの選手ではなかなか有名な選手ですよね。なかなかですね。そうですね、
強い選手です。アメリカのスウェイン、85年のソウル世界選手権第2位です、ね。カノー杯は銀メダル、柔道キャリア18年、サンロゼ大学を卒業いたしました。今研究室で科学を、まあ、研究しているんですが、日本にも何回も来てますんでね、日本語がかなりうまい、ね、このスウェインです。もう日本の選手も全部知ってますからね、はい、あくまで一本勢を狙っております。小賀、小外ですね。あっと小外り、相手のバランスを崩したぞ。後ろ前後ろ前のコンビネーションですね。はい、次はそれに行くんじゃないですかね、まあ、しかし古賀選手もちょっと残念なのは左の足首、ご覧いただきたいんですけれども、この包帯がなかなか、ああ一本強い、どうだ一本だ、一本、見事ですね。見事です、やりました。古賀見事な一本強い、1分58秒でスウェインを破りました。堂々の金メダル。これで2回戦3回戦準決勝決勝と全て一本勝ち、素晴らしいです ね、 そうですね。まさにソウルオリンピックの期待の星ということが言えます ね、 すね、はい、やはりソウルの今年の世界選手権、来年のソウルオリンピックにですね、はい、まあ、ぜひですね、責任がないようにですね、頑張ってほしいですね。さあスロービデオが出ています。見事な一本背負い、ね、本当にたくましい、素晴らしい一本背負いを見せました。ちょっと角度を変えて見てみましょう。小賀俊彦、もう完全に確認してますね、はい、ぐーっと切り込んでまいります、切り込んでますね、ね、素晴らしい一本背負い、ね、堂々全ての試合一本背負いで勝ちまして、第5回国際学生柔道大会勝利旗真っ青杯初出場初優勝を成し遂げました、ね、日本の小賀です。全部同じですね、はい、ね、今日は特に時間も早かったですね。そうですね、はい、これからだん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 世界の柔道マンから狙われるかと思いますけれども、大いにこのまま成長してソウルまで頑張ってもらいたいですね。そうですね、ぜひ頑張ってほしいですね。小賀俊彦が見事に勝利気配を制しました。60キロの決勝戦であります、第5回国際学生柔道大会、日本人同士の対決。さあ金メダルはこの越野か、野口がここで一発逆転の大技を打つかどうか。そうですね、やっぱりここは思い切って技をかけないとですね、このままいくとやっぱり離して、相手技を取ってますからね、そのままやっぱり時間が経ちますからね、寝技への展開であります、なかなか強引な寝技への展開。さあ勝負はあと1分になりました、ね、さあ少しのが技ありを取って逃げ切るかどうか。そうですね、もうちょっとやっぱり、はい、思い切って野口君も攻めないとですね、あのままでいくとやっぱり小島君の完全なペースですね。はは、野口のこれからの課題といいますと何がありますか。そうですね、やはりもう少しやっぱり右手をですね、ちゃんとやっぱし奥襟を持ってですね、はい、小さい割にはやっぱり大きな柔道をするわけですね、うん、あれをもう持つためにはもう少し右手をちゃんと持つようにですね、はい、しないとダメですね。さあ勝負はあと40秒であります。60キロの決勝戦、ソビエトのズシコフが1回戦で敗れるという大波乱がありましたけれども、おっと下から潜り込んでもろ手刈りのような体勢で強引に行きます。赤い扇を締めました越野、この積極果敢な攻めがいいですね。そうですね、ああいう具合に攻めると後手後手ですからね、もう完全にもう自分の柔道はもう全然できないということですね。どうしても相手のペースにはまってしまいます、はい、まますね、野口、あと勝負は20秒です。さあ大逆転があるか、もうこうなりますと攻め技しかないんじゃないでしょうか。そうですね、もうこうなってくるともう自分のですね、前に出てですね、やっぱり一発勝負にですね、出ないとですね、はい、もう後手後手後手で回ったらもうおそらくダメになりますね、このまま。さあ東海大学2年生の越野忠則、金メダルへ一歩一歩近づいています。大きなこの勝力カップでの金メダルということになりますと、今後の柔道生活に自信がつきます。さあほとんど時間がなくなってまいりました。越野が攻めている、野口がどうしても受けに回りますね。そうですね、もう完全に受けに回ってますね。そうですね、それじゃダメですね、はい、ほとんど時間がありません、ほとんど時間がありません。ここでブザーが鳴りました、ね、技ありを守り抜いた越野、金メダルであります。いかがでしたか。そうですね、やっぱり、ジェシコ君に勝ってですね、はい、それからやっぱずっと波に乗って、ブルガリアですか、はい、の選手を破って、それからやっぱりこの自信というのは大きいんじゃないですかね、越野のセットがですね。そうですね、国際舞台で初めてじゃないですか。そうなんです、はい、国際試合の経験も初めてという東海大学2年生の越野忠則、ね、さあ先ほどの足払いですね、ちょうど出場なんですね、これが見事に技ありに結びつきました、ね、これを守り抜きまして越野、堂々金メダルに輝きました、ね、野口選手もまあ銀メダルということになりましたけれども、野口選手もあと一歩攻撃の面で問題がありそうですね、はい、攻撃の面でやはりもう少し後手に回ったんですね今日はね。そうですか、はい、
60キロの第5回国際学生柔道勝利カップの優勝者、金メダルはこの越野忠則、これが銀メダルの野口仁でございます。さあ今度は86キロの決勝でございます。これまた日本界の村田が登場してまいりました。村田、昨年はこの勝利機会銀メダル、なんとか今大会で雪辱して金メダルを取りたいと言っていますが、おっと相手はペスニャク、ペスニャクの今払い腰ですか、一本強いですか、一本強いからですね、そのままですね払い腰に持ってたわけですね、はい、日本対ソビエトの対決、おー内股、カミソリの切れ味と言われております。この日本の村田の内股、さあスリリングな展開になってまいりました。しかしペスニャクが早くも有効を取ってますね。そうですね、先ほどの技でやって有効ですね。そうですね、はい、村田対ソビエトのペスニャクの対決、さあ優勝候補のこれまた上位に挙げられております日本の村田でありますが、やはりペスニャクも実力者、トントン拍子に上がってまいりました。内股一本だ、一本、見事ですね、内股一本村田やりました、村田やりました、うわ素晴らしいですね、喜んでいます、素晴らしかったですね、喜んでいます、ペスニャクを破りました、世界のソビエトのペスニャクを破りました村田正雄、堂々の優勝、これは見事ですね、見事な一本でございます、大したもんですね、なかなか積極的にお互いに攻めてですね、よかったですね、まさに嬉し泣きですね、まあ、村田選手は東海大の先輩、今イギリスに留学中の山下泰弘選手を尊敬しているんですけども、その山下さんから正月に年賀状をイギリスからもらいまして、必ず勝利機会を取るようにとこのように言われたそうですが、男の約束をまたしても果たしました ね、 そうですね、いや嬉しい嬉しい、村田正雄であります、ね、これで村田選手も堂々世界の仲間入りを果たしたと言ってもいいんじゃないですか。やっぱりペシャニック、オーストラリアの財前バッカーですね、その辺がやっぱり世界のトップですからね、それを破るってことはまあ大したことですね、仲間入りですね、世界の嬉し泣きの村田正雄であります。堂々86キロを制しまして金メダルを獲得いたしました。これで日本チームは60キロ、それから71キロの古賀、86キロの村田と3階級金メダル制覇ですね。そうです ね、 先ほど見てますと、金藤団長ですね、岡、はい、監督、久保コーチ、柏崎コーチ、西田コーチがですね、団体戦の実力をですね、なんか今日3つ個人戦を取ったということで、はい、非常に喜んでですね、旗を取ってですね、喜びやっていましたね。そうでしたね、まあ、団体戦は惜しくもソビエトの牙城を崩すことができませんでした日本勢ですけれども、まあ、この個人戦で3階級を制しました、はい、大会初日金メダル3つを獲得しています。そうですね、この3人たちがですね、やはりソウルのですね、はい、代表になるようにこれからやっぱり頑張ってほしいですね。そうですね、はい、明日は大会2日目65キロ78キロ95キロ、そして大会の花無差別をお送りする予定になっております。